はい、どうも、キラです。いやー、今日も本当によく勝ちましたよ、マジで。1回から5回までと、6回から最終回まで、全く別物のゲームでしたね。ホークスの先発がね、先発転向したばっかりの森ゆいとさんだったんですけど、なんかマックス148キロもストレート投げて、もうよっぽどね、めっちゃトレーニングしたんでしょうね。近年の、もう去年と比べてもかなりストレートの球速を上げてきて、で、コントロールも良くて、立ち上がり3イニング、楽天打線、しっかりと、ビシビシとゼロで抑えてくれましたよと。まあ、ただ4回ね、先頭島内選手、で、続く3番浅村選手に立て続けにヒット打たれて、の後2、3塁になりましたよと。あっ、いやまあこれはさすがに1点はしょうがないなっていう場面だったんですけど、続くフランコ岡島選手を打ち取って、まあ、山崎選手にねフォアボール出して満塁にはしたんですけど、最後安田君をセカンドゴロを打ち取ってゼロで乗り切りましたよと。いやもうこれでもかというもう極上の森劇場でしたね、このイニングは。抑えで培った、まあ、ピンチを招いても抑え切る、もうそういう森さんらしさ溢れるピンチの切り抜け方でした。さあピンチの後にはチャンスあり、ホークスもなんと2アウトランナーなしからね、ポンちゃんのフォアボール、ギータのヒット、クリアル君のフォアボールでサードランナー満塁、6番牧原大成、よしここで先生やなセカンドゴロという感じで、5回まで終えて、5回までお互い点が取れませんでしたよと。まあ、典型的なね、投手戦ですよ、投手戦。ただね、6回まで、6回表まで森さん投げてくれて、ね、疲れもあったでしょうに、楽天の上位打線2、3、4番をね、三者凡退で切って、もうしっかりとね、もう楽天さんには先制点与えないぞと、もうエースクラスのピッチングしてくれました。その森さんの力投が野手にも伝わったんでしょうか。キラの内安打、コンちゃんの二塁打、ギータのフォアボールで、再び来ました。ワンアウト満塁のチャンス、バッター5番栗原龍也。ただね、栗原くんちょっと最近調子悪くて、この打席入った時点で多分2割3分とか2割2分とかで、いや栗原くんどうかなと思って見守ってたらね、スパコーンと打った瞬間、それとわかる特大先制満塁ホームラン、ドーン。栗原くんよかった、本当におじさん嬉しいよ。本当最近やっぱ調子悪くてね、いろいろ思うところあったでしょうね。ホームランで一周回りながら、なんか栗原くん感極まってちょっと泣きそうな表情に見えたんですけど、いやその姿ね、ほんともらい泣きそうでした。いやー6回裏でグラスラ4対0、いやー勝ったなーと思ってたら、直後7回表、自主トレ仲間の辰巳さんにスリーラン打たれました。パパー、ちょ辰巳さん勘弁してくださいよ。盗塁する時のへつらでね、もうおでこ鼻口いて、顔センターライン3点セットからね、出血してたにもかかわらず、まあ、スリーランということで、ちょっと辰巳さんの底知れなさを感じましたね。てか1点差やないかよ、おい。やばいって。しかしね、ワンアウト2、3塁になったところで、コンちゃんがきっちりと犠牲フライ放ってくれて、5点目が入りまして、まあ、再び2点差と。まあ、この犠牲フライがでかかったですね、個人的に。まあ、昨日と全く同じような展開でしたけど、やっぱ1点差と2点差じゃ後で投げるピッチャーのかかるプレッシャーも全然違うでしょうから。もうここで僕はもうほぼ勝ったなと確信出ましたかね。残るイニングは、モイネロとオスナの、まあ、昨日に引き続き、2連続で鉄壁コンビが、バチコリと、6連続アウトでね、8、9回締めてくれて、ホークス2連勝という流れでございました。これで本拠地っていうか、ペイペイドームでまだ全勝ですかね。7勝0敗ぐらいだったかな。ペイペイ不敗神話、4月が終わろうとしている中でも継続しております。素晴らしいですね。というか、内弁慶ですね。また、明日からね、北海道エスコンまで移動して即試合ということで、ちょっと選手たちの負担もあると思うんですけど、いやー、先週5連敗したからね、ちょっともう今週全部勝つぐらいの勢いで、もう金土日全部勝って、ちょ先週の5連敗を帳消しにしてほしいですけどね。ただ心配なのが、ちょっとマッキーが足かどっか痛めたかもしれなくて、ツイッターで見る限りちょっと左のハムストリングスあたりに違和感があるかもみたいな情報とか、まあ、ただマッキー本人は大丈夫ですって答えたりしてるみたいな情報とか出回ってて、まあ、マッキーは大丈夫ですと答えるやろうなって思ったりもしたんですけど、いやもう攻守にわたってね、牧原選手はもう今やホークスの中心選手ですからね。いやちょっとまだ4月ですから離脱されるとかなり困るんですけど、まあ明日のスタメンで、明日もねセカンドかセンターか分かんないですけど、何食わぬ顔で守備についてるマッキーがいることをもう心から祈っておりますということでね、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おすせご。